イ・ジュンフが今季絶望。左肩手術を受けるため今季終了に。12日の試合で守備の際に外野フェンスに激突し左肩を負傷。6年総額188億5000万円の大型契約を結んだイ・ジュンフ。怪我で1年目のシーズンを終える。派手にやっちまったな。来季復帰できるといいな。これは残念。大事に至らなければ良いけど。不運やったな。仕方ないけど、かわいそう。もう少しメジャーの球に適応してからの怪我だったらまだマシだったかも。ジェイアンツは高い買い物になってしまったな。マジかよ。安定した活躍してただけに残念。円杉はやダイビングキャッチやスライディングキャッチプレイは本当に危険。期待されて入団しただけに本人が一番辛いだろうけど焦らずに怪我を治して来シーズンは活躍する姿が見たい。メジャー挑戦1年目は開幕から1ヶ月半で幕を閉じたか、守備するときはちゃんとフェンスまでの距離感確認しないと危険やぞ。ジャッジもだけどフェンス激突は自分のためにもチームのためにも抑えてほしいところ。守れない KBO さんってじゃあもう何ができるの？韓国勢も残りは打率1割台が見えてきたキムハソンだけか。これ結局アウトやったのか。ますます来年以降のハードル上がるな。脱臼じゃなかった？頑張ってたのに残念やな。フェンス変えた方がいいんちゃうか。派手にやったな。これは痛いやつやで。守備の時はフェンスの位置を確認しなあかんやん。場面は1回2アウト満塁？確かにここで取ればヒーローやったな。そんなこと考えてのプレイちゃうか。いくらライナーの打球でもしっかりフェンスの位置を確認しながら守らなあかんわ。いや、フェンスの位置くらい確認するの基本やろ。打球を見て自分の位置を確認してる感じが全くないな。ボールに集中しすぎやったんやわ。1年目でこの時期の怪我は厳しすぎやろ。明らかに来年に響くやつやん。見る限りかなり強く当たった感じやな。しっかり回復してまた頑張れ。試合前に守備位置からフェンスまでの距離をしっかり確認してなかったんやろうな。